こんにちは、速稼塾の久保です。花屋龍馬シリーズということで続けておりますけども、今日はね、そうですね、あれにしましょうかね。ビジネスなんだから、やっぱりこう予算ですね。ビジネスってのは結局何のためにやってるかって言ったら、お金を稼ぐためだと思うんですよ。で、お金を稼ぐためにはどういうふうな心構えと行動すればいいかっていうと、最小限の労力で最大限の効果を上げる、これに尽きると思うんですよね。ですんで、時間さえかければ儲かるっていうんじゃ、これはビジネスじゃなくて単なる労働であり、仕事というのかな、労働ですよね、作業と言ってもいいですかね、私たちは作業をするためにビジネスの世界に入ったわけではなくて、作業を司るためですよね、で、作業を最小化してテクノロジーに組み合わせていって、なるべく自分の手をね、使わないように、自分の身柄を使わないようにしてお金だけ増やしていくっていう形、これができる時代なんで、すごくラッキーだなと思うわけなんですよ。昔だったらね、やっぱり一人がべったり張り付いて商品作って、そしてそれを足で売っていく、営業するっていう形しかなかったんで、時間を使う、靴をすり減らせばすり減らすほど売れるっていう形が、正比例のようにできたと思うんですよね。ですんでね、その名残も今あって、やる気売り気根性っていうのが、間違いではないんですけども、数の理論っていうのがね、まかり通っちゃうんですよ。しかしですね、やっぱこうデジタルコンテンツを量を増やせば集客、そして販売につながるというような、私の形と違って、やっぱり実際の物を売る場合はね、この効率化ができないところが来るんですよね。私は YouTube の動画をたくさん撮ってますし、サイト構築も1万個以上しましたけども、これのいいところっていうのは、作業がある程度のやったらですね、減らしても売り上げが上がり続けていくってことなんですよ。だから最初は作業量がこのぐらいで売り上げがこのぐらいだったんですけども、そのうちに作業は積み重なっていきますから、無料コンテンツは。インターネット上にたくさんの無料コンテンツが積み上がって、ブログとか YouTube ができていくんで、作業量を減らしても、減らしていっても売り上げは上がり続けていくっていうふうな逆転現象が起きて、全く作業しなくても今売り上げだけが上がってるっていう状態が今の私なんですよ。 YouTube もそうなんですけどね、 YouTube もなんでたくさん撮るかっていうと、要するに入り口をたくさん増やしてるんですよね。で、 YouTube を1個作ると入り口ができるんですよ。その入り口がたくさんあって、どの入り口から入っても久保哲郎にたどり着くって形なんで、私の商品なりサービスなりが提供できると。しかもその商品やサービス、こちらも YouTube で作られてますんで、私が実際に動くことってあまりないんですよね。そういうふうに徐々に作業を減らしていって、で、反比例するように売り上げが上がっていくっていうのがインターネットの醍醐味かなというふうに思いますね。これを使うとだんだん楽になるみたいな感じです。先日の放送でもお伝えしたんですけども、今私がね、 YouTube の広告収入が10万円前後入ってるんですよね。で、動画の作成本数が1万5000本です。じゃあ10倍にして、私がね、このまま動画を作り続けて、例えば55歳で10万本の動画ができましたと仮定します。そうすると今の割合でいくと毎月65万入るんですよ。その時点で私は YouTube 作るのやめても、毎月65万入ったら、割といい年金になりますよね。そうなんですよ。だからこれね、 YouTube 活動って年金を積み立ててるようなもんなんですよね。ですんで、他のことをやる必要がないんですよ。もちろん他のね、アフィリエイトとか SNS とマーケティングとか、それから転売ですか、そういうのをやることは全然止めませんし、やっぱりね、何だったら楽しくできるかなってところもあるんですよね。で、私はカメラ転売をはじめ、結構金額の大きいのをやったんですけども、あんまり楽しくなかったんですよ。というのは、梱包したり発送したり、人の住所を書き込んだりとかっていうのは手間がね、どうしても付随するんで、で、あと中にはクレーム対応もありますからね。だからそこはね、私続かなかったんで、花屋龍馬さんがカードをね、すごく得意としてるのは、私には絶対たどり着けない領域だなと思ってます。私は常にビジネスってのはお金と時間との戦いなんで、少ない時間でたくさんの売り上げを上げる、ここだけを見てきたんでね、 YouTube にたどり着いちゃったんですけども、何だったら楽しく続けられるかっていうところもありますんでね、それが持ち味になってくると思います。この世の中に転売をする人が消えるってことはありえませんので、やっぱこう、転売のマーケットを守られていくんだと思います。ただ転売っていうのはね、やっぱこう、物を仕入れてるようであって、情報を仕入れてるんですよね。どこだったらいくら、どこだったらどうなるみたいなね。その情報の仕入れがほとんど勝負を決めますんで、よくね、おもちゃ転売とかされていた、昔の
仲間たちもね、結局はどこのお店が安いから並ぶみたいな、その情報戦になってるんですよ。で、並びに行ったら実際に結構いるから、なんだこれみんな知ってるんじゃんみたいな感じになるんですよね。だから誰も知らないことを自分だけが知るっていう、まあ、この難しさですよね。よく広島だとカープのねチケット転売っていうのがあるんですよ、うん、カープのチケットがだいたい8000円か1万円ぐらいで売られてるのがね20万円とか30万円に高騰するんですよね、まあ、そうするとこれじゃあ本当にカープの試合が見たい人がいけないじゃないかっていう人がいるんですけども、いや本当にカープの試合が見たい人は20万でも払うんじゃないのかなっていう考えもあるし、そもそも転売する人はね目の敵にするんじゃなくて、どうやって仕入れてるんですかっていう風な視点でまあアプローチしていったら、もしかしたらねその独自の仕入れルートを教えてもらえるかもしれないですよね、まあ、そういう風に考えていくのもできるのかなと思います。要するにやっぱり情報戦なんだなと思います。仮に私が転売で安く仕入れるところが分かるとしたら、それをその瞬間動画で話しますね。それを繰り返していきますね。で、自分では仕入れに行かないんですよ。で、自分のサイトのアクセスだけ高くなるというね。まあもちろん、シークレットな仕入れ先もあると思いますんで、ベラベラ喋るわけにはいかないっていうのが、転売業界のね、不分率だと思いますけどね。今のところそういうズルをやってる人は、ちょっと見かけないですよね。なんか限定、公開限定の、LINE とかメールマガジンでやってる方はいますけどね。うん、いや、そういえばね、古本の転売とか懐かしいなぁ。あ、ちなみに最後なんですけども、岡山でね、昨日塾生さんが発生しました。発生したっていうか、入塾しました。ぜひね、その方の動画も見ていただきたいので、花龍馬さん、よかったらエールを送ってみてください。動画概要欄に、その方、清美さんの動画をつけておきますんでね、勇気を出して初めての動画撮影です。瀬戸内海がバックに広がっております。よろしくお願いします。